うだけで十分やりきって、俺なんか結構必要はない。
乗り高ぶった奴らは俺たちに言う。テレビだけ見てればいい。武士の末裔たちは乗っ取られたことすら気づかずに、屈辱の歴史を開花と賛美し、奴隷解放のきっかけは自虐の中、植え付けられた習慣は考えることを覚えていない。周りと違う自分に押しつぶされる反省。母性よりも同調、真実よりも現実、夢よりも不安、助け合いよりも保険。無意識の奴隷が織りなす共同戦争、侵食された信仰の中で描いたあなたの夢は気づくことすらなく、誰かの手のひらの
国は国民を守ると信じてた。
空は戦闘機の箱に隠せられてはならない。血を流すことを貢献と考える普通の国よりは、知恵を生み出すことを誇る特殊な国に行きたい。学問は戦争の武器ではない。学問は商売の道具ではない。生きる場所と考える自由を守る、作るために私たちはまず思い上がった権力にくさびを打ち込まなくてはならない。僕は、安保法案が、話題になった時に、京都大学がネット上で、発表した、自由と平和のための兄弟有志の会というのが、この声明文をまず真っ先に挙げ、それから日本中の大学が安保法案に入ったりする声明文を挙げ、それからシールズという流れにつながってきましたね。このことはそのうちなんか消されそうな歴史になるんじゃないかと思いまして、ぜひ次の世代には伝えていきたかったこの最近の一コマだと思います。誰に当たるかロシアンルーレット、最終をシンガポールに送り、直ちに健康に被害はありません。復興予算は誰のもの、納税こそが振り込め詐欺、そんな固定はどこ吹く風と、テレビはお笑い垂れ流す。何も知らずに並んでた。水がなけりゃ生きていけない、だから子供と並んでた。スローリーなスピーディー、税金の見返りはパニックでしたね。アルファ潰した国家の先、日本で幸福する人何人、岩油確認も風評被害、食べて応援、東電応援、天は天より強かった、天を持っては金に渡った。日本国民みんなを知る、納税家畜は何をする、生きるために働くか、兵力に労働不可欠、知らぬ仏は日常被爆、チェルノブイリまであと10戦、誰が仕込んだあなたの概念、日々戦のアンダーコントロール、明るい未来はどこにある、子供の未来はどこにある、
愛するために